今日は私の筆箱の中身をご紹介していきます。ついでにスケジュール帳もご紹介いたします。こんにちは、しょい。どうも、山ももです。イエーイ。今日はいつもとちょっとね、違うアングルで撮影しております。今日は何をやっていくかというと、私の筆箱の中身をご紹介したいと思います。でもね、私は学生でもないし社会人でもないし、筆箱を普段持ち歩くっていうことはなくて、スケジュール帳だったりノートだったり、そういうのをまとめるときに使っているペンたち、ボールペンになります。そちらのご紹介をしていこうと思います。じゃあまず筆箱のご紹介から。こちらはセリアさんで去年の夏頃購入した筆箱です。私もスイカが大好きで大好きで、だからね、この可愛い筆箱を見つけて一目惚れしちゃいました。こんな感じの筆箱です。サイズは全然ね大きくないんやけど、これ全部入っちゃうぐらい意外と収納スペースがあるっていうような筆箱です。これぐらいのサイズだと、もしね筆箱を持って外に出かけることがあったとしても、さっとカバンの中に忍ばせれるかなと思ってるので、もうずっとこれを使っております。お次はこちらのペンのご紹介に移ります。こちらのペンは5本で108円でダイソーさんに売られておりました。これね、めちゃめちゃおすすめです。試しにちょっと色をね出してみたいと思います。まず緑、黄色、グレー、ピンク、ブルー、こんな感じのね柔らかい色味のマーカーペンです。筆先はこういうタイプのものです。本当にこの5種類はめちゃめちゃ良くて、たくさん使っております。お次はこちらの筆ペンです。この筆ペンもね3本入って108円でした。すごいね書きやすい筆ペンでございます。紫とオレンジとブラウンというね色がついた筆ペンです。こんな感じの3色です。かなり明るめの紫と、もうね若干黄色みの入ったオレンジ、そしてブラウン、結構ね細めの筆ペンです。なんか調子に乗ってこの筆ペンでサインを書く練習をしております。こんな感じにしてみました恥ずかしいな。お次はこちらです。実は10本セットで108円のものでした。こっちの色はあまり使っていないので、よく使うこの3色だけを筆箱に入れております。最初インクが出にくいっていうこともあります。こんな感じで最初かすれることがあるんですけれども、その後のね発色はかなり良くて、結構細い字も書けるので私は気に入って使ってます。お次はこちらのボールペン。このジェットストリームシリーズを愛してやみません。めちゃめちゃ滑らかな書き心地です。黒のボールペンと赤のボールペンを入れております。そして黒は予備でもう1本入れております。赤ペンだけ 0.7 で、黒ペンは 0.5、 0.5 でございます。こんな感じです。なんかこうペンによって字がうまく書けたりすることってありませんか？私にとってその字がうまく書ける書きやすいペンっていうのがジェットストリームのボールペンです。これもね100均で売ってるので、1本108円でいつも購入しております。
そして最後に修正テープでモノのやつ使ってます。使いやすい。私の筆箱の中に入っていたペンたちでした。そして最後に私が使っているスケジュール帳をご紹介いたします。こちらはなんとダイソーさんで購入したスケジュール帳です。一番最初のページにはこうね、ざっとカレンダーが載っております。そしてその次のページには縦長にカレンダーが書いております。ちょっと書き込めるスペースがあるので、私は誕生日をここにメモっています。中はこんな感じのシンプルなカレンダーになっております。後ろのページはちょこっとメモができるようなページが数枚ついております。でね、最後のページにはこの年齢早見表や年祝い、電話番号一覧表、郵便料金表などが書いております。でね、ここに自分の住所とかパスワードリマインダーとかね、そういう項目もあります。このシールたちはね、ロフトで購入したスケジュール帳用のシールでございます。ハッピーバースデーのシールとか、ちょっとした用事とかの時に使えそうなシールとか、飲みに行く予定がある日はこういうシールを貼ったりします。裏はこんな感じです。はい、こちらが私の使っているスケジュール帳、そして筆箱のご紹介でした。見ていただきありがとうございます。今日はこんな感じで、山桃自身はね、登場しない動画となっております。太陽のは嘘です。登場しちゃいました。イエーイ、すごい、この角度なんか無理がある。イエーイ。はい、というわけで今日はね、ちょっと違ったアングル、そしていつもと違うコンパクトデジカメを使って撮影しました。イエーイ。またね、こんな感じのちょっといつもと違ったような雰囲気の動画とかもね、出していこうかなと思っております。何かね、ちょっとでも参考になったり、あ、それいいねって思うものがね、ありましたら幸いでございます。山桃の Today's Happy は、今日初めて実はね、プレミア公開をした日でございます。その日に動画を撮っております。さっきプレミア公開して、その後動画を回してるんやけど、もうね、めちゃめちゃ楽しかった。みんなプレミア公開来てくれてありがとう。もうね、リアルタイムでこうみんなと会話しながら、なんかチャットしながら動画を見るっていうのが本当に新鮮で、めちゃめちゃ楽しかったので、またね、プレミア公開とかもやっていこうと思います。みんなのToday's Happyも教えてね。今日も見ていただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録お待ちしております。Twitter と Instagram もやっておりますので、よかったらチェックしてみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。